おはようございます。ダイヤプロスタッフの中川凱です。今回はとある企画ということで御三川に呼び出されたわけなんですけども、今日は何でしょうか。はい、今回のテーマ発表します。はい、全国各地へバトンをつなげ福リレー in 御三川。来ましたね、ピーナッツリレーからの福リレー。いやー、この日を待ってました。はい、ということで、はい、今回使うのはこちらになります。はい、いっぱいあります。福シリーズもだいぶ増えましたね。いやー、ワクワクしますね、これ。はい、で、今回ちょっとルールが変わったので、はい、改めてルールを発表したいと思います。だいぶルールが変わりました。これはね、狙っていけるんじゃないですか。で、今回、はい、大君が1人目になります。僕が1人目。プレッシャーですね、だいぶプレッシャー。僕が釣らないと次繋がれないですから、もう何としても釣らないと。じゃあね、何としても僕が釣って次の人にしっかりバトンを渡せるように頑張りたいと思います。ちょっと朝一はビッグウェイドで釣りたいな。こっちがこれ、ヒラ。じゃあまず朝一はフクヒラ、新しい、まあこれ新製品ですね。あ、ちょっとこっちとフクヒラとこっちの服をちょっとローテーションしながら朝はやりたいと思います。ちょっととりあえず服をやってみようか。わあ、パシコ。ブー出てきた。わあ、パシコ。ブー出てきた。うわあ、マジか。ミスった、今。じゃあちょっと、フクウオとかですごいチェイスがあったんで、ちょっと食わせのフクシャット、いきたいと思います。これ紙キャスティングになってます。うわ、当たった。なんて乗らねえの。ちっちゃいんかな。はい。あ、でもなるべくまあシェード絡めるとか、あの、なんて言うんだろう、巻物でも巻物みたいに使わないみたいな。例えば投げて、まあ、これ例えばシャットですけど、
移動距離を抑えてチョンチョンチョンとか、なんかそういう短い距離でアピール出る、アピールできるアクションをしてみるとか、そういうのも交えながら結構巻き物はやりますね。まあ、あと逆にリアクションとか高速巻きとか、口を使わないバスに対して早巻きでリアクションさせるみたいな使い方もあり。うわやってんな。じゃあフクヒラでいきたいと思います。ちょっとこれねフィンスポーツなんで巻きじゃなくてチョンチョンして、うわ、来た、くそ来たけど来たけど中流域に移動してきました。とりあえずフックシャットで行きます、はい。まあ、ちょっとここね、水深が割とあるんでちょっと潜らせながら、潜らせたり浮かせたり、もう ここに入るのすら怖いですからね。いやいやいや、ピューッと降りてきたり、怖い怖い怖い。おお。ちょっとブレイクタイムですね。はい。コンビニによって暑すぎるんでね。気分転換で。僕の大好物のアイスを買ってきました。いただきます。うまそう。うまい。うますぎて表情がいらない。うまいっすね。濃厚。ちょっと厳しい。だいぶ厳しいっすね。だいぶ厳しいんで、ちょっと作戦を変えて、ちょっと誤算言ってたんですけど、ちょっと大江川に行ってみます。場所も大江川の方が広いんで、いい場所はあるかなとも思うんで行ってみます。アイスを食べたら、じゃあもう大江川ではさすがに釣ってくれるっていう感じですか、はい。まあ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 見ててください。頑張ります。では大江川に到着しました。まずはここは東大江川で、ここは結構水に色がついてるエリアなんで、まあ、このフクヒラとシャットちょっとローテーションしながらやっていきたいと思います。ちょっとまずはテロテロ巻きからいこうかな。なんだ、バスだ。よっしゃー、やったやったー、フクシャットやったー、フクシャットですよ。来たよ。今ね、橋のじゃない、船の横シェードがあるんですけど、一回通したんですよ、ただ巻きで。
ただま系通したんですけど取らなくて、で2投目で焦燥浮かせてピタジョンってポッパーみたいな感じで使ったら飛んできた。やったね。さすがですね。やった。サイズはちょっとちっちゃいけど、でも嬉しい。マジで嬉しい。よし、逃がしますね。ありがとう。やったね。よし、とりあえずね。とりあえず1匹やった。いい感じで流れてきたから良かったのかな。この調整ちょっと追加を、はい、追加を狙いましょう。じゃあ今副シャット釣れたんですけど、結構ねこのシャットはね、あの浮力高いんですよ。めちゃくちゃカンって浮くんで、結構カワークランキング的なシャットなんですけど、クランクのような回避能力がある。なんでガンガン岩にぶつけたり杭に当てたりっていうのもできるし、まあ、今みたいな今船の横をキャストして浮かべてポッパーみたいにポコンポコンみたいな感じで、誘っていけるので、まあ、この浮力の高い仕様が逆にトップウォーターも使えたり、案外ねいろんな使い方ができる。シャットクランク、まあ、シャットみたいな感じのルアーになります。で副シャットに使っているタックルがスワッカーの C66L-LM、 まあ、低弾性のすごい曲がる竿なんで、まあ結構バイトは弱い時も、しっかり乗せに行くロットになります。でリールがアルファスエア TW の 7.1、 まあ、今回結構巻きをメインに使いたかったので、ちょっとギア比が低い 7.1で、ラインもフィネスブレイブ Z の10ポンド、ちょっとカバーに強い仕様にしてます。うわ、今これめっちゃ流れてるっすね。めっちゃいい感じ。でかい。頼む頼む、バレンダしゃ、バレンダバレンダバレンダ、もうかかった。おっしゃー、ふぅー、フクシャットマジマジやった。シャット今ね、東大江川の上流に来たんですけど、釣れたのはねちょっとね今沖でしたね。沖のちょっとこぼれてるブロックみたいのにただ巻きしてコンって当たった瞬間にドンって入って、この魚ですよ、この魚ですよ。やったね。つながりますねこれ。美しいな。逃がしますね。いける？ありがとうね。いけるいけるか。はい、ありがとう。ありがたい。ありがたい。つながりました、これで。よし、じゃあ再び、うん、なんか今ちょっと使ってる副シャットにウェイトシールを
ってますよね。ウェイトシール貼ってるっすね。ちょっとチューニングして。ちょっと待って、食ってる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 、でかいマジでかい。ちょっと待って、でかい。ちょっと待って、でかい。あぶね、でかいでかい、マジマジ。あぶね、でかいでかい、マジマジ。ちょっと待って、でかい。マジ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 。ちょっと待って、マジマジマジ。うわー、暴れた。マジかー、くそー、でかかったー。ガチかー。なんか変なの靴下ちょっとなんで靴下マジかよなんで靴下に変わってんの嘘でしょちょ、何これ、何が起きた。くっしょ、こっち悪な靴下ね、この野郎俺の大事な魚を持ってきやがってもう。はい、じゃあお昼休憩から帰ってきて、再びね、さっき釣れた大江川にやってきました。ちょっと午前はね、副シャットがまあ多かったんですけど、ちょっとね、午後からは副ヒラもちょっと多めに出していきながら、まあ風も吹いてきたんでちょうどいいかもしんないんで、ちょっとやってみます。よっしゃ、よっしゃい、よっしゃ、食いましたね。今はね、シェイク巻きで、岸際をこうパタ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 っていう明滅アクションで食わせました。結構おすすめです。巻きもシェイクもどっちもいけちゃうクランクです。マジマジ、また副ショット、また副ショット、でかいぞこれも。中層に浮いてた多分こいつ、多分バレんな。よっしゃい、ぐいふぅー、よっしゃ、今中層で食った。これも太いっすね。副シャットですよ、またまた。いやー、いいバスこれも。ちょっとハマりまくりですねこれ大変ですよ楽しめてます。ういっす、イエーイ。マジマジか、ちっちゃいこれは。ういーうい完全スーパーリアクションです。今ロットワークやばかったですね。バシ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 ゴーみたいな気持ちいい。サイズちょっとちっちゃかったけど気持ちいい釣れ方。いや、またまたまた釣れましたね。またまたまた釣れましたね連発ですよ。
ちょっとね、今はね、まあ、この副シャットね、結構数も、まあ、ちっちゃいサイズも釣れるし、まあ、午前みたいなでかいサイズもね、壊せれる能力があるシャットなんでね、ちょっとね、引き続きサイズアップを狙ってね、ちょっとビッグを狙ってやってみたいと思います。抜いちゃうか。おらー。オッケー。来ちゃいました、また。いやー、やばいっすね、このハマりを。やばい。来てるでしょ、これ完全に。いける？いいっす。釣れすぎ。釣れすぎ、マジで。副シャットやば、満足っすねこれ。帰りましょう、帰りましょう、帰りましょう。もうお疲れ様でした。今回は全国各地へバトンをつなげ、福利へインゴサンガーということで一日釣り歩いてみました。まあ朝はね、ゴサンガーから入って、まあちょっとねチェイスとか、まあバイトっぽいものを、まあ、何回かあったんですけど、まあ、なかなか乗せれなくて、でまあ御三川を見切って大江川に行ってからはもうね、怒涛の連発劇、この副シャット新製品副シャットを使って連発劇、いやー気持ちよかったですねあれは。ってことでね、気持ちよくバトンもつなげそうなので、次の、福利で2人目はコジコジさんです。ってことでね、コジコジさんに今から連絡をしてバトンをつなげたいと思います。もしもーし。あ、もしもーし。お疲れ様です。もしもーし、中川です。お疲れ様です。久しぶりです。あのですね、今日はちょっとロケやってまして、内容が福リレー、福リレーなんですけど、来ましたね、来ましたね。で2人目がコジコジさんに決定しました。ずっと待ってたんだよマジで。これあ、ずっと待ってました、ずっと待ってたんだよ俺。あ、そうなんですか。すごい、じゃあ念願の。回ってこないからさ、はい、嫌われてんのかな。いやいや、しっかり出番回ってきましたんで、ありがとうございます、はい。そしてまあ今日は僕ね、結構、うん、釣れたんですよ、それが。なんで釣れたんですよ、めちゃくちゃ。もう今のうちプレッシャーを与えておいて。そう、なのでね、次ちょっとコジコジさんにお願いしたいんですが、はい、やってくれますか。いこー、うい。決定です。やったー。ってことで、まあ、僕より釣るのを期待してるんで、はい、動画楽しみにしてます。はい、はいはい、頑張ります。ということでお願いします。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ失礼します。失礼します。はい、ということで次はこじこじさんということで頑張ってください。僕は今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。